はい、お願いします。あ、そう。必ずひっくり返したら広がるから、だから最初から広がった方がいい。だからひっくり返すより光るときはあちらがね。で、これでサッ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 。最初からほら押さえへんから、この前でこの厚さがうまいから、ほんでこうふわっとこう蒸さ、よく慣れてる感じですかね。ちょっとそう、スナップが飛び散る原因。さっきの慣れてない感じで。ちょっと。初めてだから分量の正解がわからない。それチーズの焼き方は正解はあるんですか。見た目変わらずさらに美味しくなりました。ここまで3分経っちゃったクッキング。いや、多分すでに5分ぐらい経ってる。混ぜるのいけばしなくて。すごい、あのスプーンはね、それでもう形ここで整えちゃう。あー、うん、これで食べる。何が、あー、この辺、ね、あらゆる切って、はい、ます。すごい香りがもう、もうチーズ。まあ、本人が入れてくるかな。いけるか。どっち方向に。いい。パンの真ん中に落とすな、はい、せーの。おおドキッとした。いや、のこの調べて。でもこれ調べらんない。いや、出てこないですよ。え、うん、あったあった、そうか。でも方がよく見てたな。これこっち側でやった方がいい。これでやったらね、もうすげえ、多分チラッと見えたら、うん、そうなん、意外とそうだ。いいと何でもそうだけど、伸びるからな、人として。あーだな、あれはすげえな。あー、できる、できる。入れてないか。
切れてないできないよ。何やったらやった。手つきが全然違う。もうだ、作ってるときあれだな、ナルがもんじゃ頼むときは、じゃあ向こうでミキサーかけてもらうんだよ。お好み焼きの違って、もんじゃは広げなかったね。ポイントだから。テロップ入れておくから。ポイント。待ってろ。